ありまえに5月25日から1970年4月6日は、日本の明治時代、大正時代、昭和時代の医学者、政治家、北海道帝国大学名誉教授、衆議院議員、参議院議員、福井県堺郡三国町生まれ、BCG の研究者としても有名、朝鮮総督不韻級福井藩範囲の自主として、生まれ、1888年に、 ありまけの養子師となった。第四高等学校卒業。1908年、東京帝国大学医科大学卒業。その後、同大学青山内科に入局。1914年朝鮮総督府委員内科に勤務。1916年朝鮮総督府委員、第二内科課長。1921年北海道大学附属委員の委員長に就任。同年、 北海道帝国大学医学部第一内科教授にも就任。断層撮影や集団関節撮影及び BCG の研究など、結核の診断、予防に尽力。中央結核研究会会長や日本教部、疾患学会会長なども務めた。1941年11月には、北方結核研究会を設立し、同会長に就任した。 1944年かラフト医学専門学校2代目校長に就任。1946年3月31日に北海道帝国大学を定年大官、同名誉教授。同年4月10日、第22回衆議院議員総選挙に無所属で立候補して初当選。1947年、1947年、北海道庁長官選挙に、 民主党から立候補するも4月5日投開票で、時点で落選。同年の第23回衆議院議員総選挙に民主党から立候補を要請されるも体調不良を理由に辞退した。同年、北海道町立女子医学専門学校客員教授に就任。1950年3月に同専門学校を退職し、同年6月4日、 第2回参議院議員通常選挙と同時に行われた補欠選挙で国民民主党より当選。1953年4月24日、第3回参議院議員通常選挙にて改新党から立候補し再選。1959年6月2日、第5回参議院議員通常選挙には立候補せず、政界を引退した。なお、 1941年より1969年まで学校法人北西学園理事長も併任していた。ありがとうございます。